どうぞよろしくお願いいたします。カズサ DNA 研究所の桜井です。マイク大丈夫ですか？聞き取れますかね？はい、声が小さいので、あんまり聞こえないよって言った時は手を挙げて教えてください。私の方は今日はメタボローム解析の紹介ということ で私はカズサ DNA 研究所というところから千葉県の研究所なんですけれども、ここから来たんですが、まあ、DNA 研究所なのになんで DNA 以外のことやってるんだみたいなところありますけれども、生命っていうのは、DNA 設計図があって、そこからプロテインができてとか、それで代謝が起きてって流れになってくるんですけれども、やっぱり DNA だけ研究しててはやっぱりなかなか生命は見えてこないなっていったところもありますので、最近メタボロミクスにも取り組んでいるというところです。で、今日私お話しするのは、メタボローム解析についてなんですが、ちょっと概要を説明しますと、ちょっと座らせていただきます。設計図であるゲノムが解読されて、それ以降ですね、全体像を捉えるいわゆるオーム科学というのが進んできました。でゲノムから出来上がる転写産物ですね、メッセンジャー RNA ができて、その翻訳産物のタンパク質が出来上がると、こういった遺伝情報の流れに従ってその全体像を見るというものができてきたんですけれども、メタボロームというのは、その先にあるタンパク質の酵素反応などで出来上がる代謝化合物、これを全体的に捉えようという、そういう学問になると思います。でここで、よく言われるのがですね、メタボロームってなんか言葉は聞いたことあるんだけれども、いまいちよくわからないという感想をよく耳にします。でそれどういうことかなっていうふうに考えたんですが、それは一つはどうやってこの化合物を網羅的に見るのかという手法論がわからないということもあると思いますし、あるいはペーパーなどを読んでいて、メタボロームと言ってるんだけども、普通のなんか化合物を検出しているのと一緒じゃないか、その違いがわからないということもあるかと思います。でまたはメタボローム、化合物の同定が難しいとかいう噂もよく聞くかと思うんです。でそういったものがどういったところに難しさがあるのかよくわからない、いろいろなところでよくわからないというのがあると思います。でそれな根本的にはこういったメタボロームをやっている研究者の方があんまり周りにいらっしゃらないんじゃないかなというふうに思います。で今回アンケートも書いていただきましたけれども、メタボローム実際にデータを使って何かをされているという方はそれほど多くないということがあったので、今日の私の話の中ではですね、メタボロームにまつわるデータベースとかを紹介するというよりはですね、そのメタボローム、どういう観点でどういう解析をしてデータが出てくるのかといったところを皆さんに少し手を動かしてもらいながら経験してもらいたいと、そういうふうに思いまして、今回講習会を設定してみました。ということでですね、今日の内容なんですけれども、リンゴのデータというのを、この日のためにですね、特別に取得してきました。でそれを用いてですね、皆さんにこれをデータを解析してもらうということを通じてデータに触れてもらいたいなというふうに思っています。でその中で、扱うデータを解析すると言っても必要最低限の予備知識というのは、ありますので、そちらを解説しながらちょっとチュートリアル形式にやっていきたいかなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。で、関連してなんですけれども、青森といえばリンゴということで、でリンゴですね、これ遺伝子としては5万7000遺伝子あると言われているんですが、じゃあ果たしてこの中にリンゴ私でパクッと食べました、その時に一体どれだけの化合物を食べているのかっていうのは分かるでしょうかということを考えるとですね、意外と分からないんですね。この5万7000の遺伝子がどれだけのものを作っているのかとか、そういったことっていうのは結構わからないんです。でもいやいや待てよと、リンゴに含まれる成分なんてよく調べられてるじゃないか、そういって思われる方もいらっしゃると思います。で確かに例えば日本食品標準成分表っていうのがありまして、こういったものではいろんな食品に含まれるものを、の成分調べられてます。で例えばアミノ酸とかシステとか、こういったものっていうのはですね、きちっとこれだけありますよ、ビタミンですとか、こういったものは分かるわけです。でその他にですね、リンゴの香り成分というのは揮発性成分ですね、250種類ぐらいあるよと言われてまして、でその中でもリンゴの特徴を出しているようなものっていうのはこちらに書いたような
ヘキシルアセテートとかトランスヘキセナールとか、なんかこういったものがあるよということは調べられています。でそれからですね、有機酸とかそういったものももちろんあります。でリンゴの名前がついている有名なリンゴ酸というのもあります。でそれからポリフェノール、これはですね、リンゴはパサッと切ったときにほっとくと茶色くなっちゃうってやつですね。でこれはポリフェノールオキシダーゼの働きによって今ポリフェノールが出来上がってきて褐色ができるんですけれども、こういったものもよく調べられています。ということで個々の成分については、調べようと思えば調べる手立ては、それなりにあるということなんですが、問題は何かというと、その他の成分が一体どれだけあるのかということですね。でこれを一斉に見るような科学技術っていうのが今のところ地球上にないというのが、大きなポイントとなってきます。ですから今日リンゴのデータを使ってこのリンゴの解析をしていくとですね、ひょっとしたら皆さんの中に、思いもよらなかった意外な成分が含まれているよという結論に至る方がいらっしゃるかもしれません。でそうなるときっと青森県にとってもこのセールスポイントになると思いますので、ぜひぜひ皆さん楽しみながら取り組んでいただけたらなと思います。はい、ということでまず実習なんですけれども、これから行っていく皆さんにやってもらう内容というのはお配りした資料の一番最後にですね、半ペラでまとめておきました。でそれでまずここで実習1ということで準備をお願いしたいと思っているんですが、これから使っていくデータをダウンロードをお願いいたします。で、ダウンロードの元になるURL はここに書いてあるんですけれども、お手元の資料の方にですね、アクセスパスワードを書いてありますので、それをご覧になって、ウェブページの方にアクセスしてください。で早速やってみましょう。おそらくアクセスできるとこのようなページが見られると思うんですけれども、アクセスできましたか？でこの中で今必要なのは一番上と2番目の解析ソフトっていうのと分析全データ9種っていうものですので、これだけ落としていただければと思います。じゃあそのままダウンロードさせといて、じゃあお話は先に進みたいと思いますけど、よろしいでしょうかね。はい、じゃあ先に進めたいと思います。で、今日の チュートリアルなんですけれども、こちらにメタボローム解析の解析の流れというのを書いておきました。でこれに従ってお話ししていきたいと思います。でまず何をもっても機器分析を、から開始するということなんですけれども、分析を行うことによって、分析の生データというのが出てきます。でこの分析にあたってはどんな種類の装置を使うのかとか、どういったことを考えなきゃいけないのかということが問題になってきます。で、生データが出た後は、プレ解析といいまして、ソフトウェアなどを使ってこういったデータシートですね、どのサンプルにどんな物質がどれだけあったかという、こういうシートを作り上げます。で実はそのメタボローム解析で一番難しいところっていうのが、このデータシートを作り上げるところが意外と難しいんですね。でこういったところをちょっと今日体験していただきたいなと思っています。でこのシートが出来上がりますと、あとは普通のデータ解析と一緒でサンプル間でどう比較するかですとか、2点だったら T 検定ができますし、それ以上だったら多変量解析など PCA 分析とか SOM 解析とか、いろんなことをすることができます。でこれをするためのデータシートを作るとか一番難しいという、ここを体験していただければと思っています。でそれではまず機器分析の方から、紹介したいと思います。でメタボロミクスで使われる検出装置なんですけれども、主に2つあって、質量分析系と核磁気共鳴、マスと NMR があります。で、物質というのはどんな物質でも必ず重さというのを持っていますので、それを共通して検出できる装置として質量分析系が使われていると。でその他に質量分析系は感度がかなり高いということと、検出するスピードが速いということで網羅的分析に向いているという、そういう装置です。
で一方で NMR はですね、マスに比較しますと感度が少し劣っているということと、それがゆえにサンプル量が非常にたくさん必要である、で時間がかかるという欠点があります。ところが NMR は立体構造の情報を知ることができるので非常に有利だということで、このマスと NMR というのは双方的に使われていると、そういったものです。で今日お話ししていくのは主に質量分析系、こちらになってきます。でそれではどれだけの化学物質について私たち考慮しなきゃいけないかということですけれども、化学物質というのは非常にご存知の通りすごくこう性質がたくさんあります。例えば水に非常に溶けやすいアミノ酸ですとか、溶けにくい脂質、揮発する物質もあれば非常に高分子のものなどもいっぱいあります。でそれから組織とか細胞の中での存在量ですね、これも非常にバラエティがありまして、例えば植物ホルモンみたいな非常に微量で働くものから、シュークロースみたいなミリモールオーダーでたまるものとか、そういうのもあります。ですからそういったものを、一つの一回の分析で全てを見ることができる、そういった測定方法っていうのはありません。で今後もですね、おそらくそういったことができるものっていうのは出てこないと思います。ということで、メタボロム解析をするにあたってはまず見たいものをある程度こう抽出する、でそれに合った方法で解析するということが必要になってきます。でそういった意味でですね、いろんな解析装置の組み合わせがあるというのがメタボロミクスの一つの特徴です。で、よく用いられる、組み合わせなんですけれども、質量分析の前段階として化合物をある程度分離するというクロマトグラフィーを組み合わせるというのが一般的になっています。で、液体クロマトグラフィーを組み合わせたのが LCMS、 ガスクロをつないだのが GCMS、 キャピラリー電気経度をつなげたのが CMS、このような形になっているんですけれども、それぞれ見ることができる得意とする化合物というのが異なってきています。で、ガスクロマトグラフィーとかキャピラリー電気経度マスというのは割とですね、一次代謝に近い糖ですとかアミノ酸ですとか、そういったものを見ることにが得意な装置です。で一方で、リキッドクロマトグラフィーというのは、それ以外の、二次代謝産物ですとか、そういったものを見るのに適しているというような特徴があります。で今回はですね、LCMS で測定したリンゴのデータを、皆さんに見ていただくということになるかと思います。で、こちらには化合物の種類がどのくらいあるのかという見積もりを書いてみました。で、こちらですね、2003年とか2004年、このあたりでですね、1生物種あたりどのくらいの物質があるのかという見積もりが論文になっているんですけれども、微生物だと数百ぐらいかなと、で動物だと数千オーダーで、植物だと非常にたくさんの二次代謝産物を作りますので、数万とかと言われていました。で特に植物界全体だと、20万とも、最近では100万とも言われる、このぐらい のバラエティのものがあるんだよということが言われています。で一方でですね、こちらの右肩の方に書いてあるのは実際に存在しているデータベースに登録されている化合物数を示しています。で生物種ごとのデータベースを見てみますと、酵母のデータベースだと2000ぐらいとか、大腸菌だと2700ですね。で人だと最近になって4万とか、こういったものが登録されています。で、生物種ごとじゃなくて普通の一般のデータベースですと、京大が作っているケグですとか、奈良先端大が作っているナップサック、こういったデータベースは数万オーダーで登録があります。それから天然物のデータベースとして結構大きいものとしては、最近中国が作った UN ナチュラルプロダクトです、いいんですね、 UNPD というものとか、ディクショナリーオブナチュラルプロダクトという過去の文献データを全部持っているような、そういったものだと、20何万とか、そういうオーダーです。でそれから、パブケムですとかキャスというのは、これは合成物質とかも含まれているものでも全然桁が違う、すごい数、6000万とか1億とか、そういうのが登録があるということです。で、これデータを並べてみたんですが、
2000年代初頭のあたりで動物では数千ぐらいしかないというふうに思われていたのがですね、こう見てわかるようにこの人のヒューマンメタボロムデータベースだと数万というオーダーで最近増えてるんですね。でこれどういうことかっていうのはちょっと気になるところだと思います。でこの理由については実はこちらのヒューマンメタボロムデータベースに書かれているんですけれども、この、データベースに登録されているものはですね、実は体の中で検出されたものだけじゃなくて多分これはあるだろうと存在するはずだみたいなものも、含めて書かれているんですね。でそれの多くはですね、人が食べたものが入っているということなんです。でこれ、何を意味しているかっていうと、もはや人の健康とかいうことを考えたときにですね、食べたものとかそういう外界の、外来の環境というものを無視して生物は理解できないよということなんじゃないかなと私はそのように考えています。ということで DNA という設計図だけでは生物は、理解できないというのがこういったところにも数字として表れてきているのかなとこのように考えています。はい、ということで実際にじゃあリンゴでどのくらいのデータがあるのかというのを実際にデータを見て確認してみましょうということで実習に入ります。でまずはですね、先ほどダウンロードしていただいたマス2ビューワーというのを使って同じくダウンロードしていただいた果肉のメソッド1というファイルを開いてみるということをやってみたいと思います。で、もうダウンロード終わっていると思うんですけれども大丈夫ですね。でそれで、ダウンロードしていただいたファイルっていうのは ZIP という形式で圧縮されているのでそれをまず解凍をしてください。で、このような ZIP 形式になっているんですけれどもこれをこう右クリックして展開とやりますとどこに展開しますかと聞いてくるので展開と押してあげるとファイルの実態ですね、それが出来上がります。こちら皆さんやってみてください。大丈夫ですか？ZIP の回答大丈夫でしょうか？で、データの方も同じく回答してください。でデータの回答とか大丈夫でしょうかね？まだ回答できませんという方いらっしゃいますか？じゃあ大丈夫そうなら起動の方に入ります。ですね、先ほど私ここの環境で試したんですけれども起動の仕方ちょっとコツがあるのでちょっとここだけ集中して聞いてください。回答したフォルダを見て開けてみますとこのようにこう出てきてでここにランバットっていうのがあるんですね。でこれをダブルクリックして起動しようと思うと実は起動しないんです。で、起動するためにはですねこういう手順を踏んでください。この開いているフォルダありますね。でここのところに Windows っていうここの左肩にこういうメニューがあるんですけどこのところに Windows っていうのがあるんでこれクリックすると今見てるところのデスクトップっていうのが改めて出てきます。でこれ開いてで回答したフォルダがここに来てこれ開いてでここに出てくるランバットってこれをやると起動することができます。で起動しようと思うとこういうふうなアラートが出ますので実行ってやると初めてソフトウェアが開きます。こんな感じですね。これ大丈夫でしょうか？じゃあそしたら起動できた方はですねファイルを実際に開いてみてください。で開き方はですねこちら画面で説明しますけれどもこのところクリックするとダイアログが出てきてファイルを選ぶ画面が出ますのでそこで、回答したデータこれは果肉のメソッド1というのはこちらになりますけれどもこれを開くということをすると開きます。
で、ですね、結構マシンパワーが必要なソフトウェアです、このソフトで。これ開くまでですね、もしかしたら1分ぐらいかかるかもしれないです。なのでちょっと辛抱強く待っていただければと思います。で、ですね、あとはこのソフトウェアの説明なんですけれども、実はこれは私たちのラボの中で解析するために作っているものでして、今回の講習のためにちょっとアレンジして作りました。なので使用にあたってはとりあえずこの講習の中でだけで使っていただきたいんですけれども、もし今後も継続してこれを使って解析をしてみたいとかいう方いらっしゃったら、ちょっとお声をかけていただければ、使えるようにしますので、はい、そういうことでよろしくお願いいたします。あとはデータに関しては9種類のデータがあると言ったんですけれども、お手元の資料の一番最後の方にですね、このデータが分析データが何かという分析データについてという項目がありますので、そちらの方で詳しい内容を見ていただければと思います。皆さんファイルは開けましたか？ファイル開くとですね、このような形になります。で、バーッとなんかわけわかんないのが見えてるんですけれども、このショープリカーサーっていうここのチェックボタンをちょっと外してください。この 2D の画面の下の方にあるやつですね。でそうすると青い点々が消えますの で、 でそうするとここでご覧いただいているのがリンゴの果肉の分析データの、生データになってきます。でこのツールですね、使い方は同梱されている PDF に詳しく書いてあるんですけれども、簡単に説明すると右クリックじゃなくて右をドラッグしてこういうふうに範囲を選択しますと、そこのところがこう拡大される形になってます。で、横軸がリテンションタイム、クロマトグラフィーのリテンションで、縦軸が、M オーバー Z と呼ばれる分子量ですね、それを表しています。で、こういうふうに拡大していけるというやつですね。こんな様子がわかるかと思います。で元に戻りたいときは右をダブルクリックすると全体像が出てきます。はい、こんな様子だよということです。で、ここで見えているこの横にずーっとこういうふうにずっとコンスタントに出ているようなデータがあるんですが、これはですね、溶媒とかから由来するノイズなんですね。なので生データにはこういうのがすごく乗ってきます。でこういうのを知らないで解析ソフトで解析したデータを見ると、このノイズばっかり拾ってたりとかすることがあるので、これは注意が必要です。こういう様子が見えたりします。で、実習の方はですね、もう一つマスツービューアーを起動して今度は果肉じゃなくて果皮を開いてみましょうということでやってるんですが、ちょっとこれ開くのに時間がかかるので、ここは省略します。ご興味あったら傍らでやっててください。で、果肉と果皮ですね、分析データを見比べると結構出てくるスポットが違うよということが分かるんですが、それを見ていただきたかったんですけども、ここはちょっと省略をさせていただきます。よろしいでしょうか？じゃあそしたら先に進みたいと思います。で次はですね、この生データを使ってプレ解析をするというところで、ここの肝になってくるピークの導定という話をしたいと思います。で質量分析において化合物を導定するというのはどういうことかということですけれども、基本的にはですね、化合物が溶出した溶出時間 と、質量値で、こういったものが生成表品と比較して一致するかどうかということで同定とみなします。で、その時にですね、大事なのはこのサンプルを分析したのと同じ機械でこの表品を測らなきゃ厳密な同定とは言えないということなんですね。でこれが一つの肝になってきます。で、
まあ、質量値や溶質時間、その他にですね、ものによっては UV 吸収スペクトルというものもある化合物もありますし、またここ大事なんですけれども、ますますスペクトルというそういった、まあ、フィンガープリントのようなものも、まあ、同定の手がかりとなります。でこのますますスペクトルというのをちょっと詳しく説明しますと、化合物これにですね、エネルギーを与えてあげます。で具体的には不活性のガスにこの化合物をポンと当ててあげるんですけれども、そうすると構造の弱いところはこのように分裂してしまうんですね。でそれで分裂したものの質量スペクトル、質量を測ったというものがこの MSMS スペクトルと呼ばれるものです。でこれは今構造の弱いところが切れると言ったように、元の化学構造をある程度反映した情報になるんですね。ということで化合物を見極める上で、まあ、非常に重要な手がかりとなってきます。でこういったのを基本的に生成表品と比較するというのが同定になります。でということで構造異性体ですとか特に光学異性体ですね、そういったものっていうのはマスでは区別できないんですけれども、まあ、そういったレベルのものを質量分析では、まあ、同定と言っています。はい。で今のますますスペクトルについてもうちょっと詳しくお話しします。でこれは上の方に、液黒から出てきたものを三連四重極マスというので分析した様子を書いていますけれども、まあ、ここのところで揮発なガスを衝突させる部屋があって、そこを通ってきたものを測定すると、まあ、こういったものです。でそうしますと元のやつが 410.1 だったものがちょっと壊れて、まあ、こういったフラグメントが生成しますよというのを示しています。でそれからまた違ったマスのタイプというのがありまして、イオントラップ型マスというのは、ここの中でですね、このイオントラップというところでその分裂と検出というのを何回か繰り返すことができると、そういったタイプのマスです。でこういうものを使いますと、第1段階目で、410.09 というのが289に壊れて、さらに3段階目でこの289というのを壊すとこんなになりますよということで、マス2、マス3というような、そういったものが取れることになります。まあ、こういったマスも存在します。で、それでですね、こういったものを表品と比較できる化合物というのは同定ができるんですが、じゃあ一体どのくらいの表品比較できるだろうと考えてみますと、まあ、試薬会社から買えばいいわけですね。だけれども買える試薬っていうのはせいぜいうーんと頑張っても1000ぐらいがいいところだと思います。で、それを買うのに一体いくらかかるんだろうというお話にもなってしまって、でさらにその分析した装置と同じ装置でこれを測らなきゃいけないということになると、労力もものすごいことになるわけですね。ということでなかなかこういったことっていうのは大きな分析センターだとか受託会社とかそういうところじゃないとなかなかできないということになります。ということでメタボロミクスにおいては、まあ、厳密なこの表品との比較の同定ではなくて、ある程度角度を正しく推定するということをいかに行うかといったところが、まあ、肝になってきます。でそのために、まあ、ここで示したますますスペクトルというのは、まあ、一つの大きな手がかりになりますよということです。じゃあそれではその推定を行うにあたって、まあ、どんなことを見ていけばいいのかということを順次説明していきたいと思います。でよくこの生データを見ますと、先ほどの溶出時間と質量値以外にもですね、いろんな情報がこの中に隠されているんですね。でこれらをフル活用しながら、データを見ていきます。でまずこちらの質量値からできることだけでもちょっといろいろありますので、ここからお話をしていきたいと思います。タイトルに精密質量と書きましたけれども、最近の質量分析系はですね、非常に高精度のものが出てきています。で、こちらの写真で示したようなフーリエ変換型マスというのを使うと非常に高い質量精度で検出することができます。それからトフマスと呼ばれるのを聞いたことあるかもしれませんが、これも、最近かなり高精度になってきます。でここで質量精度を表している PPM というのは後でちょっと説明しますが、まあ、質量の精度ですね。で、どういうデータが出るかというと、
例えば普通のマスですと287とか整数だったり、頑張っても 287.1 とかそのぐらいまでの精度しか出ないんですが、その FT マスとかそういうものですと小数点3桁4桁ぐらいまで正確に求まります。 287.0548 ですとか。でそうしますと、こういうデータが出ると元素というのは実は精密質量を持っていますので、まあカーボンの場合は定義上12ぴったりなんですけれども、水素だと 1.0078 ですとか、こういった精密質量を持っています。ですからこれをですね、この287.0548 になるような組み合わせっていうのを考えますと、まあ、鶴亀算みたいなことをするんですが、そうすると候補が限られて、まあ、1個だけになるとか、こういった絞り込みをすることができます。で、まあ質量、精密質量を使うとこのような組成式の候補を絞り込めるということです。ということでですね、質量値を使って実際に解析をしてみるということを皆さんにちょっとやっていただきたいなと思います。で、実習3の括弧1、まず先ほどお話しした PPM というのを、まあ、皆さんに計算してもらいたいなと思っています。皆さんのお手元のデスクトップの左上の方に多分プログラムというフォルダーがあるので、この中にですね、表計算ソフトが入っています。で、プログラム開くと中にリブレオフィスっていうのがあるので、これ開くとリブレオフィスカルクというのがあります。これちょっと開いてください。Excel でもいいんですけど、Excel ここに入ってなかったので。これ起動できましたか？こんな感じですね。Excel と同じような感じになってますね。リブレオフィスっていうの分かりました？このデスクトップの左上の方にプログラムっていうフォルダがあるんで、その中に入ってます。大丈夫ですか？でそしたらここで計算を実際にしてみましょう。で今知りたいのは、の講習にありますように 287.0548 というのと 287.05501 の差分なんですね。で、PPM というのは質量 の精度を表すものになります。で、デルタ PPM というのはこの2つの質量の、まあ、差がどれだけあるのかというのを PPM で表すというものになります。そういう単位です。でここでセルにこのように入れてみましょう。もし開けなかったらこの画面だけでも見ていてください。でこれまずこの2つの質量の差なので、普通に差を取ります。イコールこれ引くこれみたいな感じでやると差が計算されますね。でこれ見ますと差っていうのは非常にこう小さい数字になるわけです。で、その次ですね、この差分、PPM というのはこの差分が基準になる質量に対してどれだけのパーセントか、パーセントっていいますか100万分率ですね、その割合を示す値になります。ということでここではこの差分、次の計算ではこの差分割ることのこの基準になるもの 287.0548 でこれが、まあ、その割合になります。でさらにそれに100万をかけたものが PPM になるという計算になります。だいたい 0.73 とかいう答えになったでしょうか。まあ、PPM というのはそういうものだよということで理解していただければ結構です。でなんでわざわざこういう値を使うのかということですけれども、質量分析というのはその検出された質量によって
やっぱりその、まあ、精度が違うわけですね。例えば分子量100のものに対する 0.1 という差分と、分子量1000に対する 0.1 という差分というのは、まあ、大きく重みが違うわけです。ですから質量分析の時には ppm という値がよく出てくるので、まあ、ここで頭に入れていただければと思います。よろしいですか。はい、でそしたらですね、次に次の実習に行きたいと思います。次はマスツービューは先ほどのツールを使っの中に含まれるフォーミュラカルキュレーターってのがあるんですけれども、これを使って組成式を計算するということをやってみたいと思います。で先ほど のこのツールですね、このメニューのところにフォーミュラカルキュレーターってあるので、これを開いてください。そうするとこういう計算するツールが出てきます。これですね。でこの中にフォーミュラファインドというタブがあるので、これをクリックしてください。いいですか、こんな感じになりました。でそしてこのマスって書かれているところに先ほどの 287.0548 というのをこう入れてみましょう。で それでですね、こう大事なところはアダクトって書かれているところを今はとりあえず M プラス H プラスというこういうものにしてください。このアダクトについてはこの後すぐ説明したいと思います。いいですか、こんな感じになりました。大丈夫ですか。この画面の下半分にいろいろ候補が出てきたら成功なんですけれども、で今ここで計算されているものは何かっていうと、質量値を与えてそれに当てはまる組成式というのをとりあえず全部出しましたというものです。でそれをよく見るとですね、こんなのがあるんですね。例えば H16O16N とかいうものですね。でこれカーボン一つも入ってないです。だからこう化学構造的に多分これ成立しないと思うんですけれども、そういったものも全部出てきています。でこういったものはですね、あんまりこう好ましくないですよね。ですのでこの中からある程度フィルタリングするということを、まあ、実際にはやっていきます。で一つ行うフィルターというのは何かっていうと、元素の価数、例えばカーボンだったら4つの手がありますよ、そういうのがあるの でその価数を計算して分子の形として満足するかどうかというのを評価することが実はできます。でそれがですね、そのフィルタリングっていうのがこのフィルターっていうボタンをポチッと押すとフィルターがかかるんですが、シニアとルイスのルール、原子化ルールっていうのがありまして、でその今言ったような価数が満たすかどうかということですね、そういったものを計算してフィルターするということが可能になっています。これフィルターしないとすごくたくさん出てくるけれども、フィルターすれば、まあ、ある程度絞られるよっていうのが分かると思います。これいいでしょうか。はい、じゃあその次課題の3つ目に進みたいと思います。で3つ目はですね、もう一つ別のツールがあります。でマスツービューアーのメニューの中のツールの2番目ですね、 MF サーチャーというツールがあるので、それを起動してみてください。はい、で同じようにアダクトっていうのを選ぶ部分があるので、これを M プラス H プラスにして、やっぱりマスのところに先ほどと同じように 287.04 いくつだっけ、58ですか、これを入れてみます。で今MF サーチャーの場合、こちらに右の方にいろんなデータベースをチェックするところがあるんですけれども、今は
EXHR2 というところにチェックを入れてサーチボタンを押してみてください。ここまでできましたか？でこれですね、今何やってるかと言いますと、同じように質量値から組成式の候補を出しているんですけれども、こちらで今チェックを入れてもらった EXHR2 というのは、先ほどこう原子間のルールによってフィルタリングしたものからさらにですね、フィルターをかましているというそういうものです。でどういったフィルターかというと、天然物だったら例えばカーボンと O の比率っていうのはこのぐらいの範囲に収まるだろうとか、例えばそれから P と C の比率ですとか O と H の比率、そういったものをですねある程度経験に従ってこんなものはありえないみたいなものは弾くと、そういったものですね、そういったフィルターがあります。で、こういったものをですね資料の方にもちょっと書かなかったんですけれども、UC デイビスの、キンド先生というのがいまして、でその方がセブンゴールデンルールという天然物でありそうな化合物 の構造のルールというのを作っていますので、それを合わせたものがこの EXHR2 というものになってますよということです。はい、ということで、こんな感じで組成式、質量値から組成式を推定していくということにあたってもいろいろな工夫があるんだなということが分かっていただければいいと思います。はい、じゃあよろしいでしょうか。じゃあそしたら実習3の括弧4、に行きたいと思います。でリンゴの果肉のデータで適当なピークの質量値でデータベースを検索してみましょうという内容です。これですね、4番目こちらになります。で例として M%Z が308リテンション20分ぐらいのピークというのを探してみてください。でこのやり方をご説明します。でこのツールの中の下の方にこういうふうに値を入力するところがありますので、ここで M%Z は308入れてリターンキーを押すとこの308近辺というのがこういうふうにクローズアップされます。でこのマスツービュアでですね、この画面上で 2D の画面上でコントロールキーとシフトキーを押しながらマウスのホイールボタンをクリクリってやりますと色合いが変わります。コントロールキーとシフトキーを押しながらマウスのホイールを操作すると色合いが濃くなったり薄くなったりします。なのでそれを使ってちょっと画面を調節してください。でそうすると、20分ぐらいのところにこういうふうにピークが見えているのが分かるでしょうか。だいたい操作できました？そうするとちょっとじゃあ画面の方見ていただきたいんですけれども、最初多分こんな感じで見えると思います。で、ここに見えているここですね、この範囲に見えているものというのが一つの化合物の連なりになります。でここでこれは後で説明するんですけども、化合物というのはこういうふうにいくつかのピークが重なって見えるんですが、この中の一番低いところですね、一番分子量の小さいところ、ここをどんどん拡大してみてください。で画面上一回ポチッとクリックするとスケールがこのように出てきますので、こんな感じの状態になりましたか？お手元でなかなか操作できないかったら画面の方を見てください。で、見ていただきたいのはこの
ピークをですねとことん拡大していくとですね、拡大していくとこのように1ppm、5ppm こういう精度でですね化合物がちゃんと検出されているんだよというところが分かると思います。で、この画面上で、ここをクリックしたところが起点になるんですが、ここのところの正確な質量値っていうのが上のところに出ています。で、こういうこと、こういうこの数値を拾うことで化合物の正確な測定質量っていうのを出すことができるということになります。で、そうすると、このように組成式を計算したりですとかが可能になるということですね。はい。で、先ほどの MF サーチャーというこのソフトは組成式を計算するだけではなくって、ケグですとかナップサックとヒューマンメタボロムデータベース、こういったところにクエリを投げることができます。で、これ実際に今この拾った値をもとに 1ppm の誤差を与えてデータベース検索しますと、このようにケグナップサックにヒットが見られます。で、これな何かということで、これを選択してリンクってボタンを押しますと、そのエントリーの方にリンクしますの で実際見てみますと、これグルタチオンですね。まあ、1ppm の精度で問い合わせをすると、まあ、データベースに1つずつしかないんですが、例えばこれ 5ppm にしてサーチするとですね、他の候補がたくさんやっぱり出てきてしまいます。で、ケグだと2件、ナップサックだと10件ぐらいあるんですかね。で、それぞれ、まあ、組成式が違うので別のものだなっていうのが分かるんですが、データベースの中身見るとやはり違うものがいっぱい出ているという様子がわかるかと思います。はい、ということで、まあ、こんな感じで質量値からはデータを、化合物が何であるかを見ていくことができるというのが分かっていただけたと思います。それではいろいろと腑に落ちないところもあるかもしれませんが、先に進ませていただきたいと思います。はい。で、ここで先ほどですね、アダクトというのをとりあえず M プラス H プラスというのを選んでくださいというお話をしました。で、これ一体何なのかということを説明したいと思います。で、質量分析はですね、実際に検出しているものが何かといいますと、化合物のイオンになります。電荷を持ったイオンになります。で、そのチャージを持ったものじゃないと、まあ、検出できない。で、そのために物質はその質量分析で分析する前段階としてイオン化するということが必要になってきます。で、その一つのイオン化の方法を示したのがこの、まあ、スライドになりますけれども、ここではエレクトロスプレー法というものを説明しています。で、こちら左側の LC から出てきた溶出されてきたものですね。で、これに、電波をこのようにかけてあげますと、まあ、マイナスのものがこっちの電極に引かれて、プラスのものはこっち側に引かれるという状態になります。で、このように右側にこうこの液滴としてこうバーッと飛んでいくんですけれども、この飛んでいく中でですね、いろいろな分子の反発力ですとかそういったもので、最終的にはこの化合物に対してチャージがついたという状態でマスの方に入っていくと、こういった流れになっています。で、実際にはですね、このエレクトロスプレー法 ESI というのは、ここのイオンになっていく状態のところっていうのがまだ完全にはこういうふうになっているんだって理論が分かってないそうです。ですけど、まあ、原理的にはだいたいこんな感じだろうと考えられています。で、ここで化合物そのものとしてチャージを持つことができるようなものだったらばそのまんまいいんですけれども、そういうふうになることができない中性の分子とかがいるわけですね。で、そういったものは溶媒などから入ってきている水素ですとかナトリウムですとか、そういったものと結びついて全体としてチャージを持つというような形になることがあります。で、こういったものをイオン孵化分子アダクトと呼んでいます。ということで、まあ、このようなものが出来上がるんだということが
ということをが考慮する必要があります。で、ということで化合物の推定を行う上ではその質量値を得るだけでは実はダメで、このアダクトというのがどういった状態なのかというのを正確に判別するというのが非常に重要になってきます。で、どうやってじゃあ判別するんだろうという話なんですけれども、基本的にですね、同じ溶質時間で質量値が違うところに全く同じようなこういうパターンで出現しているものがあったとしたらば、これは負荷分子の違いだろうというふうに考えることができます。ということでこの差分を取りまして、ちょっとでもずれているやつはこれダメなんですけれども、例えば、ナトリウム引く H と正確に一致するような差分を持っているものがあったら、こっち側は、水素の負荷帯、こっちはナトリウムの負荷帯だろうというふうに判断できます。ということでこういうふうに判断したものについて、例えばナトリウム負荷帯だったら検出された質量からナトリウムの質量を引いて、さらに電子の質量を加えたものがその分子の重さだということでデータベースに問い合わせをするということになります。はい、ということで、こう宣伝ですけれども、私たちが作っているパワーゲットというソフトウェアというのは、ここら辺の質量の見積もりもそうですし、アダクトの判定も正確にできますよということでちょっと宣伝でした。はい、で次に、化合物の推定の2番目として、同位体ピークというものについてお話をしたいと思います。ちょっと時間がなくなってきましたので、あまり実習できないかもしれませんが、ご了承ください。で、同位体ピークについてです。で、先ほど画面でも化合物というのはこの3つぐらいが1つのセットになっているよという話をしたんですが、例えばエピカテキンという化合物のピークを見ますと、これ横が質量値、縦がシグナルインテンシティですが、この、化合物がですね、こういうふうに1マスずつずれたところでピークが立ってきます。で、先ほど見たグルタチオンで見ますと、やっぱり1マスずつずれたところにこうやって来るんですが、この強度比がですね、このエピカテキンというものとグルタチオンというもので全然違うということがわかると思います。で、これどういうことかというとですね、この1ずつずれたものはまず何かということなんですが、これはですね、カーボンの中に含まれる安定同位体というもののピークになります。で、安定同位体というのは普通のカーボンは質量値12というのが持っているんですけれども、中性子が1個増えてですね、約1を重たい 13.0034、 こういったもの、これが安定同位体になります。で、天然の中にはこの13という重さを持ったカーボンが約 1% 含まれるということが分かっています。で、そうしますとこう考えてみると、このエピカテキン4両体というのはカーボンが60個あって、で、この60個のうちどれか1個でも 13C に置き換わると、この質量が1個重いこっちになるわけですね。ということで、構造中にそのカーボンが置き換わる可能性のある部位が多くあればあるほど、こちらの 13C のピークが高くなるということになります。で、大体目安ですけれども、13C の天然素材比が 1% なので、カーボンが60あるものは大体 60% ぐらいが 13C1 のピークになると、こういうふうな法則があります。で、それで見ますと、グルタチオンは約じゃないですね、カーボンが10個あるので約 10% ぐらいになっていると、こういったものですね。ということで、13C のピークのとの強度比を見ることによって、化合物の中にカーボンが何個あるのかというのを逆に推定することがある程度可能になります。はい、で、同じようなことを考えますと、カーボンだけじゃなくて硫黄とか窒素についても同じようなことが言えます。で、硫黄についてはですね、グルタチオンには実は S が1個入っているので、よく見ますと、硫黄は、32という重さから2離れた 34S というのが約 4% 含まれていますので、こちらの元のピークより2離れたところ、ここを拡大しますと、このように 34S というのが見えてくると。これが、
13C が2つ入ったピークとちゃんと分離して見ることができます。でこういったことをつぶさに観察することによって化合物に S が入っているかどうかっていうのは調べることができるということですね。で同じことを N でできるかどうか、窒素でできるかどうかということなんですが、実は窒素の安定同位体 15N というのは含量がすごい低いんですね。なのでこれをピークとして見ることはなかなか難しいです。でさらに 15.0001 これとカーボンのやつと比較区別するということがちょっと難しいということですね。はい。で、このように同位体のピークを分離するためにはマスの装置の方も非常に分解能が高い装置でないとなかなか難しいですよということです。で最近の装置というのは高分解能での、分析ができるようになってきています。はい、ということで、安定同位体比を実際に検出するということをやってもらいたいと思ったんですが、ちょっと時間がないのでこれは飛ばしたいと思います。はい、で、次にですね、MSMS スペクトルについてのお話です。で、この MSMS スペクトルはですね、化合物の化学構造をある程度反映したものになっていますので、これを読み解くということが非常にこう化合物を推定する上で重要になってきます。ということで、今メタボロミクスの情報処理の世界では、この MSMS スペクトルをいかにこう読み解くのかという技術開発というのが非常に熱く行われているところです。で、スペクトルの解読の戦略なんですけれども、いろいろなことが考えられています。で、最もベーシックには、自分の持っている装置じゃなくて誰かが持っている装置で表品を測ったデータがあったらば、それをライブラリーとして利用してそれと比較すればいいじゃないかということが考えられます。でそういったもの発想で作られているのがマスバンクですとか、そういったものがあります。でそうしますとやっぱりここでは入手できる化合物に限られてしまうわけですね。ということで化合物の検索範囲っていうのをもっと広げようという発想になってきます。でそうすると2番目や3番目のアプローチになってきまして、化合物の構造データベースから表品がなくてもこうますますが生成するだろうという予測を立ててですね、その仮想スペクトルのデータベースに対して問い合わせを行うというような戦略がります。で、こういうことをやってもですね、で結局は化学構造が知られているものしか相手にすることができないということになります。で、おそらく私たちの身の回りにはですね、データベースにも入ってないような未知の化合物っていうのが非常にたくさんまだあるはずなんですね。でそういったものを究極的には見ていきたいということで、その未知の化合物の構造をも推定できるような方法というのもいくつか、考えられています、はい、でこういったものはですね、今お話ししたようなものはすごく数学的なモデルを使ったりとかして、化合物こういうエネルギーだったらこう壊れるみたいなことを考えてやっているものなどが多いんですけれども、最近それとは別にですね、基地の知識を使ってその仮想スペクトルデータベースを作るという6番目に書いた方法などもできてきています。でここで成功しているのはリピッドでして、脂質リピッドというのは、ここに書いたように頭の部分とリンカーの部分とそこにくっつく側鎖の部分という基本的にこういった割と単純な構造をしていて、でこのリンカーの部分や頭の部分の種類が意外と少ないんですね。ということで、こういった経験則から仮想スペクトルを作り上げるということが最近できるようになってきています。私たちはですね、これも宣伝になるんですけれども、同じようなことをフラボノイドについてやっています。でフラボノイドっていうのはカテキンですとかポリフェノール、イソフラボンとか、機能性のあるような成分が結構あるんですが、天然界には7000ぐらい知られていまして、でこういったものを、高度に予測するということが、できるようになってきています。はい、ということで、このマスマスのデータを使って化合物を推定してみるということをちょっとやってみたいと思います。ここは非常に肝になるところなので、ここはぜひ皆さんに一緒にやっていただけたらと思います。はい、
ということで、先ほどのツールをもう一回使います。で、ケルセチンというのはフラボノイドの一種なんですけれども、C15H10O7 というそういった構造式を持っています。ということで、まずこいつがどんな質量を持っているのかというのをちょっと計算してみましょう。で、フォーミュラカリキュレーターというソフトの中にマスカルクというタブがあるので、こっちでこの組成式を入れてみてください。 C15 の H10 の O の7ですね。そうすると、こんな感じで入れた先から質量が計算されるんですが、ここのところでアダクトっていうのを M プラス H プラス選択すると、このように組成式からそのまま計算されたのと、アダクトとして検出された場合にいくつになったのか、こういうのが見えてきます。で、この場合ケルセチン C15H10O7、 これが M プラス H プラスで検出されたときは、この 303.049929 になるということが分かります。で、これを使ってですね、先ほどのこちらの、開いているデータですね、ここでこの周辺のピークを調べてみましょう。ここに M オーバー Z のところに303でいくつというのを入力して、で、時間軸はですね、どこに出てくるかわからないので、プラスマイナス、120とかすごく極端な数字を入れてみましょう。そうするとおそらく50分ぐらいにですね、こう出てきているのが、ケルセチンになるかと思います。これですね。このピーク拾えましたか？だいたい47分とかですね、そのあたり47分付近で 303.05 あたりを見ると、このようになります。で、ここでですね、一番最初にチェックを外した「ショープレック」っていうボタンをこうチェック入れてください。そうするとこんな感じで青いポツポツが表示されたと思います。なりましたか？で、こんな感じになります。で、ここのところですね、ケルセチンらしきピークが2つ見えるんですけれども、どっちが正しいかちょっと分かんないです。とりあえず右側をこう見てみましょう。で、ここで、青いポツポツのところ付近をこうやってクリックするとですね、こっちの、左側にある表がどこかハイライトされると思います。で、このポツポツで示しているのは何かと言いますと、ますます先ほどのますます解析が行われたポイントを示しているんですね。ここに出現したイオンをますますで叩きましたということを意味しています。で、左側に、ハイライトされたものですね、これをこうクリックしますと、そうするとこんな感じでその時取得されたますますのデータが、右下に表示されると思います。こういう形でスペクトル見ることができたでしょうか？はい、できましたか？で、こちらの右下のスペクトルの隣にですね、その数値が書かれた表があるんですけれども、これは相当ができるようになっていて、で、多分インテンシティの高順にこうやってやると強いフラグメントからのリストになりますので、こうやってやると見やすいかなと思います。はい。とりあえずこんな感じ で、そうしたらですね、こここれからはここのますますのスペクトルをもとに化合物が何なのかっていうのを解析していくんですけれども、ここで、先ほど紹介した、表品の、ますますの情報を集めているデータベースというのがありますので、そこにクエリを投げてみるということをしたいと思います。で、その対象マスバンクというデータベースあるんですけれども、ブラウザの方でですね、マスバンクというのを、検索してみてください。マスバンクですね。
そうするとこのようなページがあると思うので、まず番号ありますね。ですか？マスバンクの URL はお手元の資料の一番後ろの方にもデータベース一覧として出てますので、もし検索できなければそちらを引いてみてください。大体良さそうですかね。で、マスバンクのページ開きましたら、この中でクイックサーチというのがありますので、そこをクリックして見てください。マニュアル作ってくれ。でクイックサーチの中にさらにサーチバイピークというのがあるので、これを開くとこんなようなピークのデータを入れる窓が出てきます。クイックサーチのサーチバイピークというやつですね。こんな状態になりましたか？これいけましたかね。でそれで、ここの、サーチ窓の中に先ほどのますますスペクトルのデータを入力すると、それに合致するものが検索できると、そういう仕組みになっています。でここに入れるデータなんですが、ちょっとフォーマットが少し変わってますので、ここのマスツービューアーのですね、ここの、一番右下の表のところの下に S って書いてるボタンがあるので、これをちょっとクリックしてみてください。そうすると、マスバンク形式でですね、ここの今のデータがクリップボードにコピーされます。ここのところの S っていうボタンですね。でそれで、ここの検索窓のところに貼り付けってやると、データがこのように貼り付けられます。いいですか？意外と難しかったですね。すいません。でペーストしたものをですね、一番上にプリカーサーっていう前駆体になったものの重さが書いてあるんですけれども、でこれをちょっと一回削除してもらって、一番上の行は必要ないので、それで検索をしてください。これそうですね、ケルセチンのピーク見つけられない場合はどっか適当な青いポチでもいいです。出てこないかな。出てこないですね。うん、うん、ちょっと重たいですね、動作が。はい、すいません。意外と実際にやってみるとかなりいろいろ難しいところがあるなということが分かりまして、申し訳ないです。で、マスバンク検索しますと、なんか Java がこうやって先ほど鈴木先生の方でもあったようになんか聞いてきますので、確認をして開いてもらうと、このような形になります。じゃあすいません、そういう形でうまく検索できなかった方いらっしゃるかもしれないんですが、
ちょっと時間も押してきましたので、最後説明だけでいきたいと思います。画面の方を見ていただければと思います。でマスダンクに検索しますと、やっぱり今回ケルセチンと分かっててクエリー投げているので、ケルセチンっていうのがちゃんと出てきたなっていうのが確認、できましたと、そういうことです。でこのようにですね、スペクトルのデータベース、スペクトルから構造を推定するデータベースというのが世の中いくつかありまして、でそういったものの、リンクというのも資料の一番後ろに書いてありますので、興味があったら見てください。でそれともう一つ、これはデータベースとしてクエリを投げられる場合に、こういうことができますよというお話をしたんですが、究極的にはですね、やっぱり自分でその目で見て読み解いていくということが必要になってきます。でそのやり方っていうのをちょっと本当はここを皆さんにやっていただきたかったんですが、画面の方だけ見てこんな感じだという雰囲気を味わってください。はい。で、課題ケルセチンですね。課題の、実習後の2になりますけれども、ケルセチンのアグリコンというのが出現するピークを検索し、孵化している地環境を予測してみましょうという課題です。で、アグリコンというのは、さっきケルセチンを探したんですけれども、ケルセチンというものに対して糖ですとかいろんなものが地環基がくっついて別の化合物として生態内では存在していることがあります。でそういったもの の配糖体というんですけれども、その糖の部分を除いたものをアグリコンと呼んでいるんですね。で、ケルセチンがそういったアグリコンとして存在している化合物というのをこのツールを使うことで検索することができます。でこれを今やります。で、ケルセチンは M プラス H になったときに303という重さを持っていますけれども、でこれをですね、303の重さを持っている、マスの情報の中に303というフラグメントが出てくるよっていうのをこれを検索することができるという機能がついています。でこれをするとですね、このようにちょっと分かりづらいんですけど、緑色のポツポツで見えるところがこういったマスマスの中にケルセチンがあるものになります。でこういったものを拾っていくことができます。こういったピークがあるというのが分かりました。でこれマスマスの情報を見るとですね、確かに何か分かんないけどフラグメントに303が出てきてますよと、こういったものが見つけることができます。でここでますますのパターンを見ると、なんか1個だけ303っていうのが1個だけポツンと出たような形になってるんですね。でそれで、どれだけこれが黄色で示したところが親マスなんですけれども、この前駆体なんですが、前駆体からどれだけこう離れたかっていうのを、計算してみます。でこれはもう計算した結果がここに書いてあるんですけれども、こういうのをニュートラルロスって言って、電荷が変化しないで重さがロスした分ということでニュートラルロスっていうんですが、これは132というふうになってます。で元の、マスが435ぐらいですから、で435から132っていうのが取れて303になりましたっていうのが分かります。じゃあこの132っていうのが何か、これが地環基としてついてたものになるわけですね。でこれをどうやって探っていくかというお話です。でここでは親マスが 435.091 というのが分かってますの でとりあえずこれをデータベースで探してみましょうということで、先ほどの MF サーチャーですけれども、435.091 とかいうのでデータベースを探すと、何かしらありましたという結果が出てきました。これみんな組成式一緒ですね。でこの中でちょっと見ると、ケルセチンなんとかっていうのがあるので、こいつらかもしれないというのが分かってきます。でこれ見ると3キシロシドということで、なんか糖がついてるのかな。でそうするとこのケルセチンっていう構造に糖がついてるって、こういうのが分かりました。じゃあこれが候補かもしれないということになってくるわけですね。でこれをもうちょっと細かく見ていきたいということで、実はこのビューワーにはもう一個ツールがついていて、ストラクチャーツールというのがあります。でそれで検索した結果をですね、こうやってクリックすると、実はこういう構造がこう描かれて、でこの糖が取れた部分、ここの重さを知りたいわけですね。
これ自分で計算すればいいんですけど、このあのカーボンがいくつでって数えるのが面倒ですということで、このツールではここをですね、こうやって囲うとこの囲った部分の重さっていうのがもう出てくる。でこういうふうになってます。でそうすると今あの見るとこの囲ったセレクテッドって書いたところは133ってなってるんですが、あの実際のデータはどうだったかっていうと、まあ、132なんですね。でこれ実はこの糖っていうのはここが切れた時にですね、あの水素が1個こっちにポッと移って、これ実はこう水素1個足りないものとしてあのロスされますということで、これは正確にあの 多分こういう形で糖が取れたものなんだろうなということは想像できます。でただこれはですね、糖がどこの OH についているかっていうところまではわからないんですね。ということでこの化合物のこういったあのリストでいっぱい出てきた中には、糖のついている場所が違うっていうものも含まれています。例えばケルセチンの7位が糖がついたのと、3ダッシュ位がついたのということですね。でこれはあの、まあ、質量分析ではどっちかは分かりませんよということですね。はい。で、さらにですね、ここ のロスした分ですね、でこういったものっていうのはあの、このますますのデータを取ったものが精密質量ではないイオントラップっていうあのマスで取っているので、ここの質量っていうのは実はちょっと曖昧です。でここの2番目のところ 17.9 っていうのも、これもあの水が取れてるっていうものなんですけれども、これがあのちょっと曖昧なあの精度の悪いマスとなっています。でこういったあの精度 の悪いデータを使うとここまでしかわからないんですけれども、あのダウンロードしていただいた中にはあのデータの中には精度の高いマスで取ったますますのデータっていうのもあるので、そちらも見比べながら見ていく と、まあ、正確ななるべく細かい構造まで迫っていきますよということです。はい、ということですいません、ちょっと時間が押してしまいましたが、ということで、あ、終わりにしますすいません、すり切れトンボになってきてしまいます。で、まあ、いろいろ話したいことがあったんですけど、最後ですね、ごめんなさい、あの私たちこういう感じでメタボロミクスやっているんですけれども、まだまだあの生データを見ていっていろいろ考えながらやっていかないといけないっていう、そういう技術開発のものが部分がかなりたくさんあります。でそれでですね、あのということで、まあ、今回やったみたいに何々かもしれないっていうすごい曖昧性の含まれたものがオウム解析っていうものだなというふうに私たちは思っているので、なのであのソフトウェア自体から出してきたものっていうのはあんまり信用しない方がいいと。でデータベース自身ももう完全ではないということで、 あまり、まあ、信用しないで疑った目で見てみるっていう視点も大切なんじゃないかというふうに思っています。でそれでその時に大事になってくるのはやっぱり生データを見ること。でそれで、生データを見るためにツールがなければやっぱり自分たちで作る、でツールは作れるんだということをぜひあのそういうものだということで思っていただければと思います。でこれは最後のメッセージです。ということで以上になります。どうもありがとうございました。